人とも共通してるのが飛んでるとこが、まあみんな前で打ってヘッド返ってる状態で打ってるから全部こうやってヘッド返っちゃう、全部このラインとバットが平行になるとステップしてさっき手動かす、そう、もうちょっと、そうそうそう、面白いアイテムなんで、うん、はい、本当にその通り出さないと当たっちゃったりするんで、まあ、これもすごくいいと思いますね。今日はですね、久しぶりに実技やります。で、今日は中学生2人にバッティングの悩みというかちょっとアドバイスできたらなという企画で、はい、坂井誠一郎です。大宮シニアでやっております。悩みはインコースの時にバットが出てこなくて詰まっちゃうことです。はい、永井龍太郎です。部活のチームでやっています。悩みはカーブとか変化球になったら肩が開っちゃって打てないことです。はい、ステップしながら、はい、やられてきて子供たちに教えるって言ってより可視化できるかな。なるほど、はい、なかなか難しいんですよね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、偉そう。OK、そうね、二人とも共通してるのが飛んでるとこが、まあ左バッターライト方向、右バッターレフト方向で、これが基本的にみんなボールに対してバットの当たり方がみんなもうヘッド返って当たっちゃってる。でそうなると力は弱くなるね。でよくポイント前にしなさいって聞くじゃない。でみんなこうやって前でこういうふうに合わそうです。でこれはもう完全にヘッドが返ってる状態で当たってるんで弱いわけですよ。よく押し込むとか聞いたことあるでしょ。これじゃ押し込めない。で実際に当たるとこっていうのは、まあ真ん中に設定、自分で真ん中に設定してるわけだから、二人ともそうなんやけど、やっぱちょっと後ろにありすぎる、自分の立ってる位置が。ある程度自分のステップしたところの左足ぐらいのところで、まあ、ポイント前ってなるとね、こういうヘッドが返ってない状態で当たらないと強く打てない。でみんな前で打ってヘッド返ってる状態で打ってるから全部こうやってヘッド返っちゃう、全部。でこれをできるだけ今っていうのは返さない、返さないように振っていかないといけないんで、できるだけ。でもこれ以上いかないからみんなここで返ってるという、いいバッターは。でアメリカのバッターなんかはこうやって返さんとこうとしてるから、こうやってフィニッシュする。今ムーキーベッツとかしてる、こうやって言ってこうやってフィニッシュする、ね、左肘をこう後ろに抜いてる。でそこまでは難しいんで、できるだけ返さないように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 して、で最後で返っちゃったってならないと、みんな打ちに行くところで返そうとしてるんで、これは実はゴロが行きやすいし当たりが弱い。左の彼来てみな、構えてど真ん中の球を自分で力強くインパクトできるようにちょっと作ってみて、でそうやって、いいよいいよ、これぐらいでいいんだけど、これぐらいで、もうちょっと曲がった方がいいんだけど、まあまあまあこれで、じゃあ押します、いきますよ、耐えてくださいよ、はい、せーの、この力と
いくよ、せーの。どっちが強い？こっちの方が強いね。頑張れるでしょ。でこれが悪い例で言うと、もう一回インパクトですけど、こうやって今こうヘッドを立てなさいっていう人もいるん でこれを押してみるよ。多分これが一番弱いと思うんだよね。弱いよね。だからインパクトってこういうふうにして自分のこの肩がちょっと傾くよね、体って。このラインとバットが平行になると強く打てるっていうわけですね。だから体の軸に対して多少体が傾くんで、この軸に対してバットは90度で当たらないと強く打てない。で最大限パワーが出しやすいっていうのがインパクトが、そういうふうに今実証されてるんで、この体の傾きによって、例えばすごい極端にこうやって傾くやったら、どん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 バットのヘッドが落ちるわけ。でこれは落ちてるっていうことじゃなくて、自分の体が起きてこういうふうになるとヘッドが落ちてるってなるんだけど、自分の体のこの軸に対して、この軸に対して90度で当たっていかないといけないんで、今の出し方の最初のインパクトはすごくいいんだけど、ちょっとまだ前なんで、やっぱり弱い。左バッターなんで左手の手のひらは上に向いてるようにしよう。そうそうそう。今のでもまだ変えそうでしょ。これぐらいで当たらないと強くならない。でそのままもう一回スタンス取ってインパクトします。ステップしてインパクトします。でこれを体回していて、ぐーっと回して、もうここでやっとこ3番変えるぐらい。だからもう返さないっていう意識の方が絶対正しいから。で彼はもうちょっと左足、軸足の方をぐーっと踏ん張ってみて、そうそういう風にして、こういう風にして回っていかないと、先打ってると全部軸足が死んじゃってる。こうやって蹴れてないんで、これがぺちゃんとつくと、今こういう風にして俺の体見てたら右側に回りやすいじゃん。そうすると余計バットも外から回るし、極端に言うとこれぐらいで当ててほしいんだよね。それでやっと多分これぐらいになる。これはもう意識ね、こうやって打てっていうわけじゃないよ。こんなん打てないからね。これぐらいの意識で初めてちょうど自分の体の軸に対して90度になってきやすいんで、まあ、バットのヘッドっていうのは落としていった方がいいっていうのと、あとはポイント前にしてバットが外回りしないようにグリップの方からこうやって入っていくと、インパクトゾーンも長くなるんで打つ確率が高くなる。彼の場合はそうですね。で彼の場合はちょっと変わってくるかな、まあ、もう後ろ立ちすぎてたんで、もう完全にもう届くか届かないところを一生懸命こういうふうにして打ってたんで、なんでもうちょっと近くに立ってゆっくりスローモーション出してステップして、ちゃんとステップして打つのと一緒。そうこれがまだバットのヘッド立ってるんですよ、この向きと。これだともう強いだけいかないです。でヘッドも返りやすいです。だからこれをもう一つ落としてほしい。これぐらい。自分の体を落とすんじゃなくて、自分の体っていうのはある程度軸がこうやって回ってくるんです。体も傾いてる。これに対してバットのヘッドをこういうふうにして入ってこないと。もう一回スローモーションで。いつも以上にヘッド下げるぐらい。そうこれぐらいで多分押すよ。これで多分強くなると。でさっきのこれぐらいだと弱いでしょ。だからここをこういうふうにして迎えないといけないん でそれにはポイントっていうのは、前だともうこういうふうにして当てないといけないんで、自分で打つポイントっていうのは当然近くになって初めてこういうふうにして、あこれぐらいな、これぐらいな、あこれぐらいでいいなと。だからここまで引っ張ってこれるということね、向こうから球に。さっきの打ち方だとここで捉えなあかんね。でそうすると変化球とかも当然打てなくなってくるんで、まあ、ポイントも近くなるから自分の有利ところですかね。センターできるだけセンターです。ほら帰っちゃってる。
で体を回さないと自分の体が止まるとバット追い越しちゃうから、ずっと体こうやって回してこないと、だから一回もう手離してもいいから回してここまで回るようにしよう、吉田正尚みたいなイメージ。おそうそう、もうまだ回ってない、全然回ってない、もっと回す、もっと回す。構えた右肩のところにちゃんと振り終わったら、振り終わったら左肩がここまで来る、ここまで構えて、でトップ取ってステップします、ステップします。でこの肘がもっとこうやってグッとこっちが入ってこない、中に、そうそうそう、こういうふうにした、でポンと落としていく、ほんならこの角度で当たる。これを全部入れようとして、こっち側から入れようとするから全部右肩飛んじゃう。そう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 、そういう、ちょっと今面白いアイテムがあって、うん、はい、切れ出す者ですね。切れ出す者、すみません、よろしくお願いします。お願いします。ユーモさんがお伝えした、はい、あのフォーム、理想の、まあはい、どうしても伝える側と聞く側ってやっぱり感覚の違いとかが絶対出てくるので、うん、理想のフォームのギャップを埋めるように、はい、埋めるために、まあ、あのこの切れ出すプレーという弊社から出した商品を使っていただいて、はい、まああのはい、その理想のフォームに近づきやすくする、うん、宮本さん的にはどこを一番意識し、やっぱりスイング軌道だと思います。まあ、本体とスティックがあるんですけど、はい、スティックの位置を、まあ、そのイメージしやすいように、はいはい、置いてあげてほしいんです、ね、ここから外を回ってくるんで、ここを内側から出したいんですよね。ほら、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 さっきより良くないですか？いや、いい。どうですか？さっきより良くないですか？もうそれぐらいでいいです。もうイメージだけでいいんで、ちょっと当たらないように。はい。センターに落とすの、センターに落とせよ。おお、今のええやん。今のお前ちょっとホームランの角度やぞ。今良かった。おい。当たり変わってきたよ。当たりが変わってきたぞお前。え、ラスト行こう、ラスト。ええやん。いいと思います。はい。もっと返さないように言ってみ、手離していいから。そう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 、あと体回しみな、回しみな、そうそうそう、そこまで、もうちょっといくで、左肩のところに右肩が来るように入れ替わり、そうそうそう、そこまで、そこまで、いいスイングなんだけど、構えて構えて構えて、ステップしてゆっくりスローモーションで来た時にこの肘が全然動かない、ステップして先手動かす、そう、もうちょっと、そうそうそう、こういうイメージ、こういうイメージで当てていく。こっから後ろに倒しちゃうとバット当たるときにこうやってヘッドが上がってくるから、ここの入り口だけはグリップが先に出てくる、そうそうそう、出てきて、その時肘が前に出て、極端に言うと当たらんぐらいでいい、自分の体に当たらんぐらい、そう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 。でこの手首がさっきも言ったように先、そうそうそう、それぐらいの方が出やすいよ。でこっから自分の体の顔の近くに来た時からヘッドが落ちてこなかった、そう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 、そのイメージ。おお、ええやん。
オッケー。いいやん。どう飯食って大丈夫です。おお今のいいね。今の当たりが熱い。おい今の当たりいいね。おい今の当たりいいね。熱い熱い。どうでした？これイメージはしやすいでしょ、ね、僕もいいなと思って、まあ、置き方によってやっぱ違うと思うんですけど、どうでした？やってみて。なんかスイングとかの軌道が上手くて、はい、でこれで可視化して分かるから、うん、なるほど。そのバットの角度とかだいぶね、最初もう右側しか飛ばなかったけど、最後のセンターの方に芯に当たってね飛び出したんで、バットの角度自分で大げさにやってるそれがいい感じ。なるほどなるほど。それがまあこう目安としてすごくいいっていうことね。なるほどね。これ狭めたら多分もうちょっと難易度上がって、本当にその通り出さないと当たっちゃったりするんで、まあ、これもすごくいいと思いますね。大丈夫ですか？はい。これから全国大会の予選始まるよね、はい、もうね選抜のね、はい、ホームラン3本とか、はい、な頑張ってください、はい、目標はこれから高校なんで、はい、あそうだね中3ですもんね、はい、1年から試合出れる、はい、お頑張ってください、はい